東京ミレナリオ2000東京ミレナリオは、毎年12月下旬から年明けにかけて、東京都千代田区の丸の内で行われていた祭典。丸の内界隈の通りに仕立てたイルミネーションを夜間に点灯し、美しさを楽しむイベントとして1999年により、開催。コールミナリエ同様、イタリア人のバレリオフェスティと今岡博和との共同作品であった。 東京駅丸の内口の復元工事に伴い第7回開催で一旦休止となったが2012年の同駅駅舎完成をもって新たなイベント東京道テラスとして再開された開催時には丸の内中通りをメイン会場としてパラトゥーラと呼ばれる電飾のアーチで彩られこの他にサテライト会場として東京駅前丸の内方面側と 東京国際フォーラム地上広場でも電飾が彩られていた。開催期間はクリスマスイブである12月24日から1月1日まででこの間に京急会の点灯が行われ1回の点灯につき平均20万人が来場していた。メイン会場である丸の内中通り及びその周辺道路はパラトゥーラ点灯時間中は車道に交通規制がかかり来場者は パラトゥーラを車道を通って観覧する形となっていた。この際には、大手町より、有楽町方面への一方通行となり、逆行は不可であった。会場を縦断する行行通り及び、単野橋通りには交通規制がかからないため、丸の内中通りとの交差点には大量の警備員と案内誘導スタッフが配置され、ロープ等の使用により事故防止のための来場者及び、 通行車両の誘導を行っていた。以下は第7回開催時における点灯時間である。東京ミレナリオは第1回開催は1999年から2000年をまたぐ時期であったため、イタリア語の千年祭を意味するミレナリオと命名された。神戸ルミナリエと語感は似ているが、ミレナリオとルミナリエの両語の間に語源的つながりはない。ルミナリエはイタリア語で、 イルミネーションの意味である。ミレナリオとは、イタリア語で千年祭の意。ありがとうございます。